ホームチームアスルクラロのスターティングメンバー予想フォーメーションでご紹介します。ゴールキーパーは野村、フォーバック安西、徳武、藤崎、深井、ボランチ徳永、鈴木、2列目に染谷、宇龍、そして浜、今日はトップの位置に高橋が入ります。控えのメンバーはご覧の通りです。今井監督2年目の指揮を取ります。アウェーチームロアッソ熊本、スタメンを予想フォーメーションでご紹介します。ゴールキーパーは佐藤、スリーバックは黒木、姿、酒井、アンカーの位置に川原、右に上村、そして左に竹本です。失礼しました、右に上村、左に竹本です。2列目に杉山、ターレス、トップに高橋と伊藤が入っています。控えのメンバーはご覧の通り、大木武監督2年目の指揮を取ります。さあセットプレーは大きなチャンスになります。ファーサイドには姿、いやにターレスですが跳ね返して奪いました。さあカウンターのチャンスになる、これは丁寧につないでいきたい。染谷から、さあこれは大きなチャンスになる、打っていった、こぼれている、浜でしょうか、走り込んできて左足、まあ、熊本は非常に前線流動的、サイド広く使ってきます。ふわっとしたボール、前で受けるチャンスになる、これは引っ掛けてしまいました。野村 PK になりました。まあ、伊藤のこのシュートチャンス、いい場所で受けました。決めていきました、熊本選手点、杉山です。まずは1点押し込んでいきました。落ち着いて左隅、野村も反応していたんですが届きませんでした。冷静に決めていきました熊本。中に入れるヘディング、決まった、追いつきました。沼津鈴木健志郎のゴールです。染谷の右足のクロスから見事にヘディング、叩きつけていきました。スローインからの展開、染谷の左足見事に叩きつけました。鈴木健志郎、高い打点からキーパー佐藤の脇を抜いていくようなゴール、見事なゴールが決まって同点です。徳永前でシュート、染谷のシュート放っていきました。ゴールキーパー佐藤の正面、中を伺うサポート、安西内に入ってきました。徳永テクニックを見せます、シュート、これは面白い狙いでした。高橋の左足、熊本も人数揃っていますが、さあポケットを奪った染谷からシュート、ボレーシュート、必死のディフェンス、熊本をミートさせません。攻守に躍動11番の染谷です。非常にハードワーク、右サイド上げていって、つま先に当てていきましたが枠を捉えません。しかし狙っていました。収めて杉山、さあどちらの足で上げてくる、一度戻します上村、こちらも左利きの選手、短く入れて、これは決定機になる、打てるか、おっと足がかかった、これは PK の判定となるでしょうか。まあ、たまらず足をかけに行ってしまった沼津、高橋決めました、2点目熊本です。右隅、まあ、野村も反応して、まあ、少し触れた音もしていたんですが、まあ、これがファールのシーンということになります。安西が追いかけて足がかかったという、
入れていく、合わせれるか、シュート、10番伊藤のシュート。ここを詰めていきます。奪った、さあ中に1人スルー、左展開、シュート放っていきました、決まりました、ゴール、ミドルシュートが決まった。一つスルーがあったところ、この位置から右足振り抜いて左隅、綺麗に決めていきました。神村から始まったこのチャンスメイク、ターレスが絡んで川原が見ていました。左サイドから右足一閃、ファーサイド後方に高身長の選手、高橋がニアサイド入ってきた、しかしボールは直接入っていくような軌道、チャンスになる、シュート、野村ナイスセーブです。先ほどの神村のシュート、右サイド染谷かわしてクロスに上がった、チェンシュート、ヘディングの高橋、少しニア難しい角度になりましたが、ハイボール奪い合いです。収めれるか、前線出た高橋、さあシュートチャンスだ、沼津シュート、これはナイスブロックになりました。さあ一矢報いたい沼津です。ここで長いホイッスル、試合が終了しました。1対3、首位の熊本7連勝です。そして11試合負けなしの首位キープ。